立川戦ハットトリックおめでとうございます。自分でのベストゴールは何点目でしょうか。まあ、チームとして取った点ということで1点目が、まあ、僕は良かったかなと思います。プレーをちょっと解説してほしいんですけど、フットサルを学びたい子どもたちやファンの皆さんに分かりやすくちょっとそのプレーを説明していただきお願いします。はい、相手の間についたボールを、マイプレーで、突っつけて、でせいちゃんがシュートを打った。でそれがでもカウン相手のキーパーキャッチしてカウンターになったんですけど、でそのカウンターの時に、4人全員が全員1回自陣まで撤退してるんですね。でしっかりと撤退して、でそこでボールを奪って、カウンターにもう1回つながったんですけど、全員誰もサボらなかったっていうところがまず第一で、プラス、しっかりとボールを奪い切ってくれたリッツィと、でそこから、ボールをつないだタクメで、僕がその後最後ゴールで触っただけなんだけど、一連を考えると全員が関わっているゴールだったので、僕は非常に良かったかなと思っています。正直あのボール来たタイミングが、自分が思っていたタイミングではなくて、合わせるのすごく難しかったんですけど、ゴレールが出て、突っ込んでくるのは見えていたので、しっかりコースだけ、つければ、あのゴール近かったのでコースだけつければ、入るなっていう感覚はあったので、来た瞬間に、まあ体を外に逃がして足だけ置いて、でボールを当てて、コースだけついたっていうような感じだったので、しっかり多分あれ逆に右足でシュートを打ってたら多分ゴレールに正面にぶつかっちゃってたと思うので、上半身外に逃がして、左足逆足だけ残してコースをつけたのはすごく良かったかと思います。ありがとうございました。じゃあ、はい、次の試合も頑張ってください。頑張ります。